ハイノサウルスハイノサウルスは、白亜紀光期の海トカゲの属の一つ。最大級の海トカゲの一つだが、その推定全長は何度か計算がやり直されてきた。最初は、約17メートルとされ、史上最大の海トカゲであると言われた。1990年代には15メートルと言われていた。より最近は、ヨハンリンドグレーンによる推定で、12.2メートル以上とされた。 当時の海の最高位の捕食者だった。他の大型海トカゲのように、ウミガメ、主ウ,ウ、竜、翼竜、硬足類、サメ、甲骨魚類、より小さな海トカゲなどを捕食していた。化石はヨーロッパから産出しているが、アジアからもそれらしきものが報告されている。俗名は最初に化石が見つかったベルギーのエノー州にちなむ。H ペンバネンシスの化石は、 カナダマニトバ州の後期白亜紀、ピエール結眼で1988年に発見された。本種は、尾の前方に帯だしい数の椎骨を持つこと、上腕骨に対する大腿骨の比率が大きいこと、外尾甲が大きいことから、ディロサウルスと区別された。しかし、2008年の研究で本種には問題があると結論づけられ、T ペンバネンシスとして、 ティロサウルス属に再分類された。同様に2007年にマーティンが記載したハイノサウルスヌーミラリーはティロサウルス属の疑問名とされた。復元図ハイノサウルスはティロサウルス赤のメンバーで当時の北アメリカに分布していたティロサウルスに起源である。しかし脊椎骨はティロサウルスよりも18個多い。ティロサウルスは35個でハイノサウルスは53個である。 腰椎は、ティロサウルスのそれよりも短い。模式種は、ハイノサウルス・ベルナルディエッチ・バーナーディで、ベルギーの石灰林の権威で本種の発見者である、レオポルド・ベルナルド・レオポルド・ベルナールへの懸名である。ハイノサウルスは2016年の論文で、ティロサウルスと共に、小さな分類群を成すと示唆された。ありがとうございます。